はいじゃあ、1時半になりましたので、えっ、ー、と、渡辺さんで、スクラムマスターの思考を深める3つの見方で、えっ、ー、と、セッションをお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。では、あのちょっとだけタイトル変え,変えちゃったんですけど、中身は変わんないです。スクラムマスターの思考を深める3つの見方ですね。はい、あのお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。 はい。で、まあ、このセッションですね、あの、ちょっと、まあ、この背景があるところは、まあ、ちょっと皆さんにですね、あの、ちょっと考えてもらう時間っていうのを取りつつですね、あの、先に進めていこうかなというふうに思ってます。あの、ディスコードに書いたりですね、あの、何かこう、自分の中で思っていただいてもいいんですけれども、何、まあ、かこの問いに対して少し、あの、まあ、自分はどう答えるかなっていうところを考えていただければなと思います。 でまずですね、まあ、成長ですね。自身が成長するために、まあ、何をしてますかっていうところからですね、あのちょっと始めていこうかなと思います。はい、あのディスコードに書いていただければ嬉しいですし、まああの、ご自身の頭の中で考えていただいても大丈夫です。うん、ちょっとだけ時間を取りながら進もうと思います。成長ですね。まあ、いろんな成長の仕方が、ね、あるのかなというふうに思いますけれども。はい はい。じゃあ、まあ、そうですね。書きながら、あ、思いながらですね、次にどんどん進んでいこうと思います。で、僕はですね、あの、結構、本からですね、こう、新たなものの見方っていうのを得て、でそれをこう、現場で試していくことで、まあ、成長を実感することが結構多いかなと思います。で、もちろんですね、あの、CSM とかですね、システムコーチングのトレーニングとかも受けてるんですけれども、まあ、そのあたりも、あの、有意義ですね、あの、コミュニティの、こういった、あの、 お話を聞くっていう番もですね、すごいあのいいんですけれども、今日はですね、まあ、主に本から得た見方っていうところを皆さんにお話しできればなというふうに思います。き、はい、今日はですね、あの僕が、まあ、ここ数年で得たですね、まあ、新たな視点ですね、3つの見方についてお話ししていければなというふうに思います。3つっていうのは、まあ、自己組織化っていうのと、まあ、多様性、またこう真のリーダーっていうところですね、まあ、これをこういうふうに見ると、まあ、よりスクラムマスターとしてあの深みが出るんじゃないかなと。 そんなお話をしたいと思いますあ。いいですね。インプットとアウトプットセットで行うというのも確かにあの成長に近いな。成長するのにいいなというふうに思いました。はい。で今日はですね、そんな皆さんの成長のですね、まあ、インプットの一助になれば幸いです。はい。えーえー、自己紹介させてください。えー、渡辺といいます。はい。えっ、ー、と、そうですね。ディスコードにもありましたけど、そばっていうふうにあのネット上では名乗ったりもしてます。 チーム設計士というふうにあの、自称してまして、えっと、ま、チーム作り、あの、結構力を入れてやってるような、そんな人になります。で、NRI のビットラボっていうですね、チームに所属してまして、ま、社内外に対してアジャイルコーチだったりとか、スクラムマスターというところで、アジャイルな開発してるチームの支援を行っているっていう仕事をですね、しています。 で最近ちょっとサボり気味なんですけれども、あの、こういったコミュニティ参加させてもらったりとかですね、本を書いたりとか、まあ、ブログ書いたりっていうところでやっているような、まあ、そんな人物です。はい。で、最初はですね、自己組織化についてですね、あの、話していこうかなというふうに思います。はい。で、自己組織化、自己組織化って結構、ま、いろいろこうえっと、言う、えーうえー、触れる機会が多いと思うんですけれども、このこと言葉にですね。その自己組織化するにあたって、 必要なことって、まあ、何があるとあの皆さん思いますかね。はい。ま、ここもちょっとだけあの考えていただければいいかなと思います。お他者への貢献お。なかなかいいワードが、はい、ディスコードに書かれましたね。うんうん。ありがとうございます。はい。でちょっと進めちゃうと、ま、いろいろ、あの、必要なことっていうのはあるのかなと思うんですけれども、 僕が考えている、まあ、必要なことの一つはですね、情報を巡らせることなのかなというふうに考えています。これはですね、あのシステムコーチングの、まあ、トレーニングを受けたりとかですね、あとこう参考書籍からですね、こういった見方を得たので、まあ、そのことについてあの話していければなと思います。はいでまあ、そもそも自己組織化とは何というお話なんですけれども、もともとの定義という感じで、ウィキペディアに書いてあるところからあのちょっと拝借してきたんですけれども、 物質や個体が、形全体を俯瞰する能力、これを持たないのにもかかわらず、個々の自律的な振る舞いの結果として、秩序を持つ大きな構造を作り出す現象のこと、まあ、これは自己組織化っていうふうに言います。であの右下にあの雪の結晶の絵が書いてあるんですけれども、まあ、例えばこの雪の結晶のまあ一個一個の分子ですね、が、なんかこう、まあたかもこう全体のこう形を見て、まあ、こういう まあ、綺麗な形を作るためには、まあ、自分はここに、あの、くっついた方がいいなっていうふうに、なんかこう、思ってるかのように、この、まあ、雪の傾斜ができていくみたいな、そんな、こう、えっ、ー、と、まあ、現象というか、はい、えーと、そういったことを自己組織化というふうに言います。で、えっ、ー、と、まあ、世界はシステムで動くっていうですね、あの、 システム思考の本があるんですけれども、ここにも自己組織化という言葉が入評価、紹介さ、定義されていまして、この本ではですね、新しい構造を作り出し、学び、多様化するよう、自らを構造化するシステムの能力、まあ、そういうふうに定義されています。でまあ、このシステムっていうのは、まあ、こうお互いこう関係し合うような、まあ、その、まあ、塊というか、 えっと、まあ、その集合体っていう意味で、まあ、チームとか組織とかいうふうにですね、そういったとこ,ところをイメージするといいのかなというふうに思います。はい。なので、ま、チームとか組織の文脈だと、まあ、こっちの定義の方が、あの、しっくりきますねというところですね。で、この自己組織化って、ま、なんでやりたいのっていうところは、まあ、こう、まあ、やっぱりこう、 一人で解決する、できるような問題っていうのはほとんどありませんし、まあ、もちろん自社だけで完結するような仕事、まあ、自社、まあ、自チームだけで完結する仕事っていうのはほとんどないかなというところですね。まあ、なので、まあ、この世の中はですね、結構不確実で変化の激しいっていうふうに言われたりもよくしてます。そうした環境で生き残るためには、安定したシステムよりもこう適応力と弾力性ですね。まあ、すなわち、まあ、計画に従うことよりも変化の対応ですね。 がやっっぱり大事になってきますよねとであとは、まあ、同じくあのアジャイルソフトウェア開発宣言の,あの順序原則に書かれている最良のアーキテクチャ、要求、設計は自己組織的なチームから生み出されます、えー、されますというふうにも書いてありますので、まあ、こういったところを、ねまあ、達成するために自己組織化したいんだよなというところもあるのかなと思います。はい、でこの自己組織化です、ね、をしていくためには、まあ、いろんなアプローチあると思うんですけれども、まあ、1つ大きいところとして、 情報を発生させ、巡らせる。まあ、こういったところが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。で、あの、この本ですね。このリーダーシップとニューサイエンスという本が、あの、システムコーチングのこう、まあ、体系を作るときに参考にした本みたいなんですけれども、まあ、これあの、まあ、科学ですね。ニューサイエンス。最近の科学をこうリーダーシップにあ、最近の科学の考えをリーダーシップに応用しようみたいな、あの、結構面白い本なんですけれども、で、ここに書いたのがですね、 システムが生存し続けるには、宇宙が成長し続けるには、情報が絶えず生成されなければならないで。私たちは情報に対する新しいアプローチ。つまり、まあ、管理するのではなく、促進する。コントロールするのではなく、発生させるアプローチを立てる必要がある。まあ、こんなことを、えっと、書いています。まあ、よくですねあの、まあ、透明性大事だよ、みたいな話も、まあえっと、スクラムの文脈であるんですけれども、まあ、ただですね、その まあ情報っていうのをここに書いてくださいとかですね、あのまあ、この情報を、そういったその情報をこう流すようにするとかですね、そういったまあ管理とかコントロールなのではなくて、それをこう、まあ、情報を巡らせるように促進していったりとか、あのその情報がをこう浮き彫りにするというか、こう発生させる、そういったところが大事なんじゃないかなと、まあ、そういったことが書いてありました。まあ、なるほどなというところを、えー、と僕は思いました。 はいまあ、こういったですね、まあ、情報を発生させる、巡らせるっていう、えっ、ー、と、見方で、透明性っていうのを考えると、まあ、かなりすごい、えっ、ー、と、まあ、いいのかなというところで、いろいろちょっと取り組みを行っていました。で皆さんですね、あの、情報をこう発生させ、巡らせるには、まあ、何をするといいかって、なんかこう、イメージ、作、え、る、ー、こ,ことって何かありますかね。 これもですね、まあ、いろんな方法とか、あの手法とか、えっ、ー、と、あるのかなというふうに思いますが、えっ、ー、と、僕はですね、まあ、二つあるのかなというところで、この後紹介できればなというふうに思います。はい。で,ですね、あの、まあ、二つあるうちの一つはですね、まあ、見える化のプラクティスをまあ採用する。まあ、これは結構やられてる方多いと思うんですけども、まあ、ここはまあ、やっぱり基本なのかなというふうにえと思います。 はい。まあ、こう、看板を作ったりとか、まあ,あ、るいは、こう、バーンダウンチャートでですね、こう、まあ、進捗、まあ、今のチームの状況っていうのを見えるようにするとか、まあ、そういったところですね、まあ、やっぱり、えっと、大事ですよね。あの、まあ、ミロとかを使って、まあ、みんなの意見を出すとか、まあ、そういったところも、あの、あるかなと思います。であと、もう一個ですね、あの、戦票って書いてるんですけども、なんか、割と、 線表を使うことが多くて、まあ、あの他にも使っている方もまあちょこちょこあの見るんですけども、なんかあんまり使ってない方もあのいらっしゃるので、ちょっと紹介をここだけしようかなと思います。線表ですね。まあ、自律的に動くことを流すって書いてありますけれども、線、ま、表、あ、っ,ってもまあ皆さんあのイメージはつくかなと思います。あの横軸に、えーとまあ、時系列ですね、置いて、まあ、縦にです、ねまあ、その役割とか、まあ、人を置いて、まあ、いつ誰が何やるみたいなところをあの書くものですね。 で、まあ、これを書くことによって、こう、まあ、今のチームの状態が、やっぱ、こう、一目瞭然になって、まあ、状況整理と進捗確認に、あの、効きますよね、というところですね。で、今何をすべきかが明確になるまあ、そういった効果があります。で、まあ、これ、まあ、例としては、なんか、こう、スプリントの中の例を書いてますけれども、まあ、 スプリントの中でも書,き書いてもいいですし、また、まあえーと、いわゆるスプリントゼロって言われているようなあの、スプリント1の開始前の時間に何をやるかとか、まあ、リリース前の、えーとまあ、時間に何をやるかっていうところを、よくこの選票を使って、えーとまあ、情報が見えるようにしてですね、あのまあ、自律的に自己組織的にチームが動くようにです、ね、あのやっていることが多いです。あとですね、 まあ情報を発生させる、まあ、もう一つのポイントがあるかなと思ってて、これですね、ちょっとそうですね、あの、この問いが結構チャレンジングだったんで、まあ、やってみようかと思ったんですが、もしですね、あの、ぜひディスコードにかける方がいればですね、この問いに答えていただければなというふうに思います。質問ですね、今ここ、えっ、ー、と、スクラムフェス仙台の2024の、えー、とオンライン 会場の1に、えっ、ー、と、この話を聞いている方いますよね。今、ここには何がありますかっていうですね、まあ問いを受けたときに、まあ、皆さん、あの、なんて答えるかなっていうところを、まあぜひですね、ディスコード、あの、書いていただければ嬉しいです。もしかしたらですね、あの、入力される方があんまりいないかもしれないですけれども、はい。ぜひ、できる方は入れてみてください。 うん、うん、うん、うん。うん、ありがとうございます。そうしたら、今入力されていただいてますね。ありがとうございます。ぜひぜひ。で、まあ、まあ、いろんなことが、あのー、 思い浮かぶかと思うのであの、どんなことでもいいですし、まあ、ポジティブなことでも、ネガティブなことでもあの何でも大丈夫です。思いついたことをあの書いてみてください。うん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 、なるほど。学びの心。まあ、物理的,的なモニターっていうのもありますよね。はい。 仲間たち、ワクワクする気持ち <laughs> あ。ありがとうございます。どんどん書い,かいていただいてますね。もうちょっと手待とうかなと思います。勇気。おいいですね。<laughs> うん。ありがとうございます。はい。 あ、まだ書かれてますね。もうちょっと待とうかな。はい。緊張感。おお、いいですね。はい、皆さんありがとうございました。でですね、まあ、これを見てですね、まあ、まあここ、これ、動いてほしいってあの話じゃないんですけど、例えばですね、運営の方々が、まあ、この中の、こう、今の、 書いてくれたコメントを見て、まあ、こういうことをした方がいいんじゃないかっていうふうに何かこうアイデアを出せて動くこともあるかもしれないですし、まあ、参加者の方々がここのコメントに何か触発されて、まあ、自分自身何かを変えるとか、まあ、このディスコードに何か書いてみようかなって思ったりとかですね、まあ、そういうことをするかもしれないですね。 で今のこの参加人数だったりとか、今のスケジュールの進行状況とか、まあ、あとはまあ僕が話している画面とか、まあ、あのモニターって書いていただいた方もいますけれども、そのまあ物理的な話だけでは、分からないことも結構あったんじゃないかなというふうに思います。でこんな感じで、ですね定性的な情報っていうのもまあ発生させ、巡らせると、あの自己組織化結構、えー、と近づくっていくんじゃないかなというふうに思っています。 まあ定量的なですね、まあ、データのみが情報ではありませんよねというところで、こうメンバーのこう胸の内にある意見だったりとか、まあ、解釈、あるいはこう、えー、とこう背景にある歴史だったりとか、まあ、感情っていうのも情報だと捉えて扱っていくことが大事なのかなというふうに考えています。 で、えっと、この後のセッションでですね、あの、システムインスパイアードリーダーシップっていう、その、システムコーチングの、こう、エッセンスがかなり、えっと、入ってる本が、あの、あって、それの紹介が、あの、この後のセッションで、そういう話が聞けるっぽいので、はい。その、僕も、あの、ちょっと聞こうと思うんですけども、はい。このあたり、あの、興味ある方は、ぜひ、あの、まあど、どういう話なのかちょっとわかんないですけども、はい。出てきそう、来るかもしれないので、この後のセッションも、ぜひ聞いてみてください。はい。 こういった定性的な情報からも課題解決につなげますよねっていうところで、この学習する組織入門っていう本では、こんなこと書いてあります。エドワード・デミングっていうですね、あの、日本に品質管理の考え方を持ち込んだ方なんですけれども、その方はですね、測らなければマネジメントできないと言ったのと、同時に企業の課題の3%しか数値化できないとも言ってます。はい。で、まあ、例えばですね、こう、フリック、 あすなんで、残、ま、り、あの97%っていうのは、まあ、定性的な情報だったりとか、まあ、そういうですねあの目には見えないものとかからしかあの得ることができないという意味でもあるのかなというふうに、えっと、思ってますで。さて、ここのあたりは、ですね例えばこう、まあ、皆さんやれてる方が多いかなと思うんですけれどもこう、例えば振り返りのプラクティスとかは、ですねこうメンバーの感情とか意見を出すものが、えっと、多いですねと。 まあ例えば、こう、ケプトの、まあ、K とかも、まあ、良かったことっていうところ、まあ、良かったことを続けたいことっていうようなもの、あの、自分の意見みたいな話ですし、あでこう、感謝っていうのを述べ合うっていうのも、まあ、感情の話ですよね。で、そういったですね、そういうことを、あの、話せる、出せる、え、巡らせられる場っていうのが、自己組織化を促していくのかなと。そういうふうに、えっと、僕は見ながらですね、最近は、そういった場を作っている、え、まあ、今日このところでありますと。いうのが、自己組織化のお話でした。 はい、続いて多様性のお話に移っていこうと思います。はい。ちょっとまた話が変わって多様性ですね。まあ多様性、まあいろんな人を集めてあの、まあチーム作るといいよねとかですね、あの、なんかこうディスカッションするといいよねみたいな、まあそんな話があるかなと思います。そういこう多様性に必要なことって皆さん何だと思いますかっていうところですね。まあここもですね、まあいろんなあの考え方とかがあるのあると思うので、 はい。まあ、正解不正がないところなんですけれども、はい。あの、ちょっとな、なんだろうな、っていうところを少し考えてみてください。ちょっと、ま、進めちゃいますけど、あの、書いていただきつつ進めちゃいますけれども、僕はですね、必要なことの一つは、心理的安全性なのかな、というふうに考えています。これはですね、あの、決断の本質っていう本と、多様性の科学っていう本から、あの、学んだ見方になります。多様性って、ま、そもそも、 何をしたいからあるのっていうところなんですけれども、あの、多様性は複雑な問題を解決するために、あの、持つようなものです、というところで、あの、四角が2つ、青い四角が2つ並んでるんですけれども、まあ、この四角を、あの、まあ、問題空間というふうに、あの、考えてみてください。えっと、問題空間っていうのは、例えば、まあ、こういう、まあ、社会課題を解決したいっていうのも、あの、問題空間ですし、まあ、こういうプロダクトを世に届けたいっていうのも問題空間です。まあ、あとは、まあ、今夜の ご飯何にしようかなっていうのも、もしかしたら問題空間にあの当てはまるかもしれませんと。で、その問題空間の中身がですね、こう複雑なものの場合、複雑な問題の場合っていうのが、まあ左のイメージなんですけれども、まあいろんな人の異なる視点がやっぱり必要なんですね。異なる視点だったりとか、考え方、スキルがあの必要になります。まあこの丸のですね、まあ一個一個っていうのが、はい、あのー、 一人の人っていうふうなイメージであの見ていただくとあのいいと思うんですけれども、こ,この一人一人がですね、この問題空間を埋めるような形で、多様性を、それこそ多様性を発揮してですね、この問題空間を埋めていくと。埋めることによって問題解決されますよねと。その考え方ですね。で、これが個人の発想とは考えだけ、例えばこの左上の丸だけだったら、問題空間にまあかなりあの空白な部分ができちゃうので、問題解決には至りませんよね。 だから多様性が必要ですよねと。まあそんな考え方ですね。で一方ですね、単純な問題は、えっ、ー、と、まあ問題空間ですね、その問題空間の全部を把握できている、まあ、例えばこうリーダーの人がいて、そのリーダーの指示、意思決定のもと、まあみんなが動くみたいなことはですね、まああの、簡単、簡単な問題の場合はできますし、そっちらが効率がいいよねと。まあそういったあのイメージを持っていくといいのかなと思ってます。 ま、簡単な問題って何って話で、まあ、あの、皆さんなんかイメージはできてるかなとは思いますけれども、まあ、ちょっと例、例を出してみますね。まあ、こういうのは、こういうの簡単な問題だったら一人で変えても正解になりますよね、ところっていうところで、あの、大きい順に並べてください、というところで、まあ、うさぎと犬と、あの、像が今、いますね。で、まあ、種類によってはま,ま,また違うので、まあ、ホーランドロップっていううさぎの種類と、ボーダーコリーっていう、えー、犬の種類ですね。あと、ま、インド像みたいな感じで。 はい。まあ、これを、えーの、大きい順に並べてくださいっていうふうにしたら、まあ、大体ですね、まあ 99.、99.99ぐらい、まあ、ほぼほぼの人の回答が、まあ、正解になるかなというところですね。まあ、一人で考えても正解になりますよね、と。でも、僕たちが解いてる問題は、まあ、もっと複雑なはずですと。だから、多様性っていうのは、まあ、どんなところでも必要なのかなというふうに考えてます。 そして、あの、多様性っていうのは、こう、心理的安全性を、あの、求めるっていうところが、あの、一つ大きなポイントかなと思ってて、まあ、そう、こういう形でですね、あの、問題空間を、こう、カバーできるような人を集めたとしても、例えば、左下のこの、例えば、丸の人、この、この丸、ここの位置にいる人の意見が、意見しか通らなかったりとか、他の人が、その人に対して、フィードバックしたりとか、アイディアを出したりとか、まで、こう、あの、そこに、 反対の意見を出したりすることはできない。心的安全性がない状態であれば、まあ、この丸ですね、まあ、みんなこの左下の領域に寄ってしまって、多様性を発揮できず、問題解決ができない、そういうあの状態になっちゃいしまうのかなと。まあ、そういうことがあると考えています。なので、心的安全性っていうのは、心、まあ、的安全性の意味っていうのは、こう組織とかチームの成果、 全体の成果に向けた率直な意見とか、あの質問とか、違和感の指摘ができることっていうところが定義なんですけれども、あのそもそもまあ目的観っていうのは、多様性を生み出しましょうっていうところと、まあ、その多様性を生み出した上,、えー、と上で、成果を生み出しましょうっていうような、まあ、こういった構造がですね、あ,のあるんじゃないかなというふうに、えーとえー、考えて、最近はこういう、まあ、構造を頭に入れながらあの活動をしています。はい。 で、この心理的安全性がない状態って、なぜ起こるのかなっていう話をこの後しようと思います。はい。まあ、なんで起こるんでしょうね。はい。で、えっと、まあ、いろいろあるんですけれども、この場では2つですね、あの、紹介しようかなと思います。えー、仕事場ではですね、結構コミュニケーションに勾配が発生しやすい行動になっているのかなというふうに思います。 例えば、こう、ランクっていう考えがあってですね。これは、あの、アーノルド・ミンデルっていう方がですね、提唱した概念で、あの、まあ、例えばですけど、社会的地位だったりとか、まあ、あるいはですね、まあ、経済的地位とか、まあ、習慣、健康、文化とか、まあ、いろんな要素がですね、あの、そういった、こう、ランクに影響を与えてますと。まあ、例えばですね、こう、大企業の、まあ、社長と、まあ、 えとまあ、平社員っていうような関係性だと、その社長っていうようなこう社会的地位が高くて、まあ、ランクが高い方からは、結構抑圧のプレッシャーがですね、で低い方からはまあ抵抗が生まれ,る生まれて、その話し合いとか情報共有ってところに、公正さとか透明性があのな、えー、に影響が出ますよねっていう考え方ですね。例えば、社長の言ってることをまあそのまま聞いてしまったりとか、まあ、あるいはこう、まあ、社長に何か言われたら嫌だから情報を隠そうみたいな。 まあそんな感じのイメージですね。こういったランクですとか、あるいはこう自己表現ですね。こう、アサーションっていうあの、まあ、コミュニケーションの話の文脈で出てくる考え方なんですけれども、まあ、攻撃的なコミュニケーションをする人と、まあ、非主張的なコミュニケーションですね、をする人がまあ組み合わさっちゃったら、強、ま、要、あ、とか非難っていうのをあの攻撃側からはするで。非主張的な側からはそれに服従したり、忖度するみたいな、結構悪循環が生まれてしまうと。まあ、こういったところがですね、あの起きがちなのかなというふうに思います。 であとですねこう、さらに対人関係のリスクによって、こうチームに貢献する行動をしないというところが、まあ、よく心的安全性の文脈で言われていることなのかなというふうに思います。こうまあ、無知だと思われたくないから、まあ、質問とか相談をしないとかですね、まあ、無能だと思われたくないから、まあ、ミスを隠してしまうとか、あとは邪魔だと思われたくないんで、助けを求めないとか、まあ、否定的だと思われないために、まあ、議論をしなかったりとか。まあいき 率直な意見を言わないとかですね。まあそういったリスクに対してですね、あの、まあ行動、話をしなくなっていうですね。はい。まあそういったですね、ところがあるのかなと思って、と、ありますと。あ、いいですね、アサーション。はい。で、えっと、つまりですね、コミュニケーションがうまくいかないことによって、集合値ですね、あの、こう、多様性を発揮するための 者発揮するための多様性が減少する、まあ、こういう図の,です、ね、あの状態になってしまうというところがあるのかなというふうに思ってます。でこれってどう防ぐのかという話なんですけれども、これはあの行動分析学の、えー、と用語なんですけれども、まあ、行使という考え方があります。でこれ何かというと、例えばあのワンちゃんがいたときに、まあ、あのお座りをしたらご飯をあげるようにすると。 そうすると、ご飯、まあおやつでもいいんですけども、まあご飯とかおやつって、まあ美味しいですよね。で、この美味しいなっていうのが、まあ講師ですね。美味しい、まあご飯とか、えっ、ー、と、まあおやつ。これが、えっ、ー、と、講師です。で、そうすると、まあお座りするともらいあの、美味しいものがもらえたから、まあ次もじゃあお座りしようっていうところで、そのお座りをする確率っていうのが増していくと。まあこれがあの講師っていう考え方ですね。で、その心理的安全性、 発揮していきましょう。どんどん意見を言いましょうっていうだけだと、まあ、なかなか心理的安全性って作られないんですね。あの、行動を変えるのって結構大変なんです、なので。なので、よりコミュニケーションをしてほしい側が変わる必要があるのかなと思います。何を言ってるかっていうと、これもあの、ちょっとあの心理的安全性の作り方っていう本を参考に、あの、ちょっとまとめたものなんですけども、 心理的安全性って話しやすさ、助け合い、挑戦、新規歓迎っていう、まあ、要因子があるといいよねっていうふうに言われて、この本では書かれてますと。でそこに対して、講師は何になるかっていうと、相手の話を聞くとか、まあ、よく最近もあの話題になってますけど、まあ、傾聴するとか、あの、相槌を打つ、お礼を言う、目を見て話すみたいなところ、まあ、これがですね、まあ、講師になっていくわけですね。あるいは、こう、他にもですね、あの、ちゃんとこう、こうヘルプがあったら助け。 愛をしますすとかですね、まあ、何かにこうチャレンジした方がいたら、それを称えるとかですね。こう新しい考え方を持ってきてくれたら、それをまあ褒めたりとか、受け止めてるとかですね。そういうですね、受け止める側が、そういう講師を出すことによって、心理的安全性、どんどん高まっていくんじゃないかなというふうに考えています。 でもちろんですね、あのこう相手を知ったりとか、あの相手の価値観とか、まあ、あるいは人間性を知ったりとか、人となりとかですね、あるいはこう類似性を感じて、感じるような落ちてるですね、まあ、よく変愛マップなんていうのもあのやったりしますけれども、まあ、こういった落ちても大事なんですけれども、あのそういったふ、まあ、普段の行動からですねこう心的安全性を作っていくっていう、まあ割と地道な活動が大事なんじゃないかなというふうに考えてます。であとですね、こうチームで、まあ、そういったこう心的安全性とかにあのをこう、 まあ学ぶというか、あのみんなでこう話し合ったりとかですね、するような場もあの大事かなと思ってて、あのディシジョンゲームっていうのをですね、あのこう議論するためにはこうしたらいいよね、みたいな感じのことを学べるようなゲームなんですけれども、それを一緒にやるのもおすすめです。で、あの、ドクセル上であのちょっと資料ですねあの、公開してたりもするので、はい。 あの、このあたりですね、興味ある方、ちょっと見ていただけると、あの、いいのかなと思います。で、ディッシジョンゲームは、あとゲー、ナサゲーム、NASA のナサですね、ゲームって調べるとですね、そのやり方書いてあるので、ぜひぜひ、興味ある方は見てみてください。あ、キューラキュル大好きです。はい。最後に、真のリーダーについてですね、あの、お話していこうと思います。はい。でも、真のリーダーっていうところで、これあれですね、あの、スクラムガイドに、あの、 最新版に書かれているあの言葉ですね、えー。スクラムマスターはスクラムチームとより大きな組織に奉仕する真のリーダーであるということが書いてあります。これなかなか解釈難しい。結構なんか話題になったあ、当時ですね、あの話題になったのがあのすごい、えー、覚えているところなんですけれども、まあ、僕も結構、まあ、何なのかなっていうふうに考えてました。まあ、なんかこう、まあ、サーバンドとリーダー的な話なのかなっていうふうにこうぼんやり、えっ、ー、と、 イメージしながら過ごしたんですけれども、そこでですね、あの、こういう話なのかなっていうのを思うような、うん、あのいい、思えるような本に出会えました。これ、The Vision っていう本なんですけれども、これ、あの、なんか会社のリーダーシップ研修みたいなところで紹介されてた本なんですけれども、これ何かっていうと、ビジョン作りっていうのをストーリー形式で学べる本になります。 で、まあ、組織のビジョンっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、個人にもフォーカスをしてて、まあ、個人もビジョンを持った方がいいよね、みたいな話も、あの、ストーリー上にあったりしてて、まあ、リーダーとかマネージャーにはもちろんですね、あの、いろんな人にお勧めできる本なので、まあ、ぜひぜひ、あの、読んでいただけるといいのかなと思います。で、この中でですね、これ、スクラムマスターのことなんじゃないかっていうですね、部分が、あの、記載されてました。 まあリーダーっていうところですね。あのビジョンを定めた、えーまあ、定めて、えー、とこう会社に普及させるようなリーダーのイメージですね。そのリーダーに対して、こんな記述がありました。ビジョンにどう向き,向き合うべきかをみんなに意識させ、正しい軌道を外れないよう、障害を取り除いてあげてはどうっていうようなセリフがあったりとかですね。リーダーはビジョンに使える召使いであって、みんなから使えられる親方ではないんだ。 こんな話もですね、出てきます。どうですかね。結構、もう、スクラマスターそのものを指してるって言っても、なんか、こう、違和感がないような記述なのかなというふうに僕は感じました。はい。で、リーダーの務めについてもですね、こんなことが書かれてます。まあ、リーダーの勤めって4つありますよね、ってところで、何が一番大切かを思い出させましょうってところと、 ビジョンを見失わないように助けましょう。可能な限り障害を取り除きましょう。みんなに実践を促し励ましましょう。励ましましょう。と。これがリーダーの務めですよ。というふうに書かれてます。はい。で、まあ、これを読んで、まあ、なるほどね。と。スクラムのビジョンの実現を助けるのが、スクラムにおける真のリーダーなんじゃないかなというふうに、まあ、この、えー、と記述、この本の内容を見て、えー、と僕は思いました。 で、まあ、スクラムをザ・ビジョンのモデルがですね、まあ、本の中にあるんですけども、それで表すとこういう感じになるのかなと思います。まあ、あのスクラムガイドにから読み取れる内容だけなので、もしかしたらあのちょっとずれる部分があ,りますあるかもしれないですけども、まあ、こういうふうにちょっとまとめています。まず目的ですね。まあ、なぜを説明するもので、まあ、このスクラムの目的としては複雑な問題に対応する 適用型のソリューションを通じて、人々、チーム、えー、組織が価値を生み出すと。これはあのスクラムガイドの冒頭のほうに書いてあるんですけれども、これが目的なのかなと。で次にイメージですね。最終結果、まあ、どういう状態になるのかっていう最終結果ですね。でここは、まあ、透明性検査適用という3、まあ、柱が実現されて、スクラムイベントが機能している状態が、まあ、このスクラムの最終結果なのかなと。スクラム,、まあ、クラムガイドなのかなの最終結果なのかなと。 で、価値観っていうのは、まあ、まあ、そもそもです。あの、書いてあるやつですね。えー、確約、集中、公開、えー、尊敬、勇気。まあ、ここがですね、あの、価値観に当たるのかなというふうに思います。で、このビジョンを実現しましょうというところですね。で、このビジョンっていうのを、まあ、実際にこう実践、現場で実践していくためには、支援の仕組みが必要だよねっていうことも、まあ、この本には書かれています。支援の仕組みっていうのは何かっていうと、コミュニケーションとか、意思決定のプロセス、 これを構築しましょうねっていうお話ですね。でこの仕組みを作ることによって、チームが軌道を外れないようにしましょうっていうのが、まあ、この本に書いてあるまあビジョンの実践方法になります。でスクラムの場合は、もう支援の仕組みっていうのはできてるのかなというふうに考えてて、まあ、スクラムイベントですよね。このスクラムイベントをましっかりやることで、コミュニケーションがまあ促されたりとかですね。 まあ意思決定のプロセスも、これにのっとってやれば、進んでいきますよねというところで、こういったものがあのスクラムには備わっているのかなというところがえっとあります。で、えーとまあ、また実践のためには、この支援の仕組みに加えて、対話を促し、励ましましょうという話も書いてあります。で、えー、まあ対話っていうのはこうビジョンですね。このビジョンをめぐる対話をしましょうという話と、 あと、まあ、励ますっていうのは、さまざまな出来事ですね。まあ、スクラムだとスクラムイベント回していく中で,あのでき、いろんなことが起こりますよねと。まあ、そこをビジョンの視点から見るように励ますっていうのが、あのええー、とリーダーやりましょうっていうことを、えー、書いてありました。でまあ、具体的にどういうことをやるのっていう話は、あのちょっと後ほど、あの対話の話は後ほどあのお話しするんですけども、まあ、励ますってどういうイメージかっていうと、まあ、例えばですね、 こう、チームの中で、何かこう、みんながこう、言いにくいことを、まあ言ってくれた人がいた場合ですね。その人に対してあ、まあ、その、えっと、まあ、行動に対して、すごい勇気を持って、あの、話してくれて、すごいチームのためになりましたよね、っていうような感じで、そういったこう、今の行動がビジョンのここにつながってるんだ、みたいなところを、あの、まあ、 なんすかねまあ、話すっていう、まあ、先ほどのまあ講師みたいなイメージですけれども、まあ、そういった感じでこう紐づけられ、あの行動とビジョンというのをこう、えー、結びつけるようなですね、まあ、そんな感じなことをするといいんじゃないかなと思って、まあ、ちょこちょこやってたりもします。で、対話はどんなことやってるのって話ですけれども、まあ、具体的にはですね、まあ、やられてる方も多いかなというふうにえ思いますけれども、まあ、スクラムガイドの読み合わせですね。 こう、みんなで、まあ、一生一生というか、まあ、一塊ごと、まあ、あの、声出して読むっていうようなやり方も、えっと、や、ありましたし、こう、壁にですね、まあ、デカでと、あの、貼り付けて、まあ、こう、壁に向かってみんな、こう、囲みながらですね、その、プリントしたものを囲みながら、まあ、対話をするみたいなこともやったこともあります。やっぱ、こういった、えっと、まあ、スクランガイドに沿った対話っていうのは、結構、まあ、いい気づきだったりとか、まあ、よりですね、 チームをよくするためのヒントが得られたりするので、やっぱりおすすめな方法になりますね。であとはですねあの、社員のツールっていう、あの途中でも紹介したシステムインスパイアドリーダーシップっていう本にも書かれてるあのツールを使って、スクラムの価値基準を振り返るっていうこともあのしました。まあこれななな、これは何かっていうとですね、まああの、左の図に書いてあるようにですね、 あの、まあ、この時はミロでやったんですけども、まあ、各スクラムの価値基準ですね。っていうのを、まあ、放射線上に並べて、今、このチームが最も体現している価値基準はどれだと思いますかっていうところで、まあ、この ABCD っていうのは、あの、えー、と人の名前が書いてあったんですけども、まあ、このい一番体現しているのはこの価値基準だっていうのを、なところに、こう自分の名前が書いた付箋を置いてもらうと。 でその置いてもらった後に、どうして、まあ、そこにです、ね、あの自分の名前を置いたんですかっていうところを、まあ、一人一人コメントあのしていただもらいながら、そこでも、ままあ、質疑とかあの対話を促すことをまずやりますと。で、次のステップとしては、逆に、今このチームが最も体現してない価値基準はどれだと思いますかっていうふうに呼びかけて、あのまた移動させてもらって、まあ、自分が思うエッに移動させてもらって、またこう同じように対話を促すと。 で、その後に、えっ、ー、と、その二つのですね、セッションで対話をした後に、じゃあ、このチームはより良くなるためにはどうしたらいいだろうねっていうアイディアを出して、アクションを決めると。まあ、そういうですね、あの、振り返りをや、やりました。で、このチ、あの、これをやった時のチームで、えっ、ー、と、やった結果は、まあ、これは、あの、公開と尊敬に集まっているのが、まあ、最も体現しているところが、公開と尊敬でしたっていうところでした。で、えっ、ー、と、体現してないものには、 の時えっ、ー、と、時には結構勇気なところに、えー、と投票というか、あの、移動した方が多くて、結局その振り返りのまあ結論としては、まあ、他にもいろいろあったんですけれども、まあ、勇気を持って、こう、まあ、結構あの、なすね、年の差が結構あるようなチームだったので、こう、年下の方でも、まあ、こう自分の意見があれば、ちょっと勇気を持って話すようにしようかっていうような、まあ、 ワーキングアグリーメントみたいなものがですねあの、チームに追加されたっていうのがあの、この振り返りの結果だったりしました。結構ですね、あの評判が良くてあの、まあ、いろんなやり方で振り返りをしてたんですけれども、あの今までの振り返りで一番良かったっていうようなあの声ももらって、結構いい対話ができると思うので、ぜひぜひ興味がある方は、この社員のツールでスクラムの価値基準を振り返るということをやっていただけるとあのいいのかなという風うに思います。はい。 ということで、まとめです。スクラムマスターとして成長するには、新たな見方っていうのが必要かなと考えてます。で、その見方を得るためには、まあ本を読んだりとか、まあコミュニティに参加したりとかですね、まあそういったところをやっていくといいんじゃないかなと。で、さらに、まあそこで得た情報をしっかり現場で使ってみるといいのがいいのかなというふうに思います。で、僕が、えっと、新たに得たですね、最近、まあこの何年かで得た見方っていうのを紹介させていただきました。自己組織化っていうのは、 まあ情報を発生させ、巡らせる。まあ、感情も含めてっていうふうに見るといいよねっていうお話。多様性に関しては、心理的安全性が多様性をな、えー、と引き出すんだよなっていう見方。そういうお話。あと、真のリーダーですね。スクラムのビジョンの実現を助けるために、えー、と動くのが真のリーダーっていうような見方ですね。この3つをお話しさせていただきました。 はい、ちょっと早いですか。はい。えー、と皆さん、ありがとうございました。あの新たな見方がですねあの、得られたのなら幸いです。はい。僕の発表は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はちょっと質問の時間はたっぷり残してくれたということですので、会場の方でもあの、オンラインの方でも。 会場の方でもっていうか、まあ、ズームからご質問いただける人いましたら、声出して言ってくださっても OK です。いなさそうなら。そうですね、なんかちょっと質問っぽいのが来てるので、でね、回答しますかね。あ、はい、お願いします。さっきのシャリのツールの話ですかね。まあ、ばらけるといいとか、集まってるから悪いとか、そういうことではない感じ。あ、そうですね、あのおっしゃる通り、あの、なんか集まってるからいい悪いではなくて、やっぱこの、今いる、 チームって、どういう状態なんだろうねっていうようなあの、まあ、位置関係というか、まあ、構造っていうのをこう明らかにするようなツールなので、まあ、どういう形だからいい悪いっていうのではなくて、まあ、その形をみんなで見た上で対話するっていうことが大事な、まあ、そんなツールになってます。はい、ありがとうございます。その他の方、どうですか 私から質問してもいいですかぜひぜひ。今回この、まあ、いろんなところでセ、まあ、ッション、トークされていると思いますけど、はい、今回、このスクラムマスターの思考を深める3つの、まあ、見方っていう、<laughs> まあこういうお話をこのタイミングでなんかしようかなって思った何かきっかけとか、なんかどんなのがあったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。あ,ありがとうございます。で、結構あのです、ねまあ、いろんな本とか読んで、またトレーニングとか受けて、 まあ実際にやってみてっていうのを繰り返してやってたんですけど、まあ、その中で、やっぱこう、なんかこれ反応いいなとか、この考え方でやとうまくいったなっていうのが結構たまったので、うん、はい。まあ、ちょっとここであのアウトプットしてみようかなっていうところの、まさにあの僕の成長のためにインプットアウトプットしようかなっていうところで。あ、反対、はい、ですよね。<laughs> はい、<laughs> はい。そんな感じで、ちょっと今回はですね、あの、プロポーザル書いてあの発表しようかなというふうに考えました。 ありがとうございます。はい、どうかなちょっと時間あるんで。はい。ちょっとだいぶ、このセッションとは少しずれるかもしれないですけど、<laughs> あのまあ、チーム設計士って名乗られてるっておっしゃってたんですけど、はい、これはもう、うですかね、こう名乗ろうと思ったのはいつ頃なのかっていうか、<ー>なんかきっかけがあったんですかきっかけとしては、えっと、 まあこれもあの本なんですけど、転職の思考法っていう本があって、そこの本であのまあ自分のキャリアをこう築いていくのに自分にラベルをつけるといいよっていうのが書いてあったんですね。うんうん、ラベルっていうのはその自分がなりたい姿だったりとか、自分が得意なものとかをこうつけるといいよっていうのがそのように書いてあって、でその当時ですね、あの2016年とか7年,7年、8年ぐらいの、まあ6、7年前の話なんですけど、まあ、こう、 まあスクラム、まあ、マスターとか、マ、まあ、ジャレコーチみたいな感じで、こう、チーム作り、力入れていきたいなって思ってたので、まあ、その、なんですかね、その自分のこう、先のイメージをこう、自分につけてみたっていう、そんな感じのものになります。<ー>はい。すいですね。ちょっと、ありがます。考え <laughs> <laughs> ようかな。あ、ぜひぜひ。はい。なんかこれをつけることによって、なんかこう、いろんな情報、 がこうまあ、やっぱりこうなんか、ね、カラーバス効果みたいな感じで集まるようになったりとかあのするのですごいおすすめな、はい、あの方法というか考え方だったりしますね。あ,ありがとうございます。はい、じゃあ,あのシステムコーチとかも学ばれてたっておっしゃったので次のセッションはあのなんかこういったお話があるんじゃないかっていうところを言われてたんで、はい、ちょっと次のセッションに向けてなんかこういうことをしておくといいよみたいな。難しいな。なるほど <laughs> 知っておくというか、うん、結構あの、そうですね、どうなんだろうな。結構システムコーチングって面白く、面白いっていうか、その、クライアントっていうのが、その、一人の、まあ、コーチングって結構一人に対することが多いんですけれども、それがあの、そのシステムっていう、その、まあ、 チームの一人一人ではなくて、そのチームの集合体みたいな、その関係性システムとか言ったりするんですけど、まあ、その、そこに対するコーチングの話だったりするので、で、そのエッセンスがですね、多分、あその、ああ、そういうシステムコーチングの要素は入ってないんですけど、まあ、そういったエッセンスを、こう、リーダーシップにどう生かすかっていう本が、さっきのシステムインスパイアドリーダーシップっていう本なので、まあ、そのあたりですね、なんかイメージしながら見ると、 面白いいいいじゃなか思ますそういった関係性のシステムをコーチングする上で、リーダーシップ、どうリーダーシップを振る舞っていくかみたいなところのお話が次は聞けるんじゃないかと。システムコーチングのエッセンスをリーダーシップに生かすにはっていうところですね。そういうところが聞きたいな、興味あるなっていう方は、ぜひ、このまま残っていただいているはい。ありがとうございます。ちょっと はい、勉強になりました僕も <laughs> いいでは、あの、以上でですね、お時間になりましたので、えっ、ー、と、渡辺さんのセッションは以上にしたいなりとなります。はい、渡辺さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。